カピカの新1年生にも負けません。ピッカピカの新モーター、新プロペラ、そして尼崎史上最も斬新なデザインとなりました千プロくん新ボートを使用しての新年度ファーストシリーズ、デイリースポーツ杯争奪第29回笹原賞競争、初日のメインカードを迎えます第12レース記者選抜戦です。6艇の作戦待機行動はどうやら枠番通り1札3、4、5、6と分かれていきます。1号艇の小坂直哉がここはがっちりとインコースを抑える形、久々の地元参戦です。燃えないわけにはいきません。兵庫三重市1号艇小坂、2号艇寺本重信、この外に構えての2コース、3号艇の石塚久也はセンター3コースに続きます。そして外枠の3者いずれも今日初日連勝ゴールを狙う戦い、4号艇の足立勇樹が4コース、5号艇渡辺浩二は5コースから、6号艇新田雄志が大外6コースから迫ります。インに構えたのは1号艇小坂です。前半レースは2着赤杯も、道中は前をぐんぐんと詰める軽快なパワーを披露となった1号艇小坂、2号艇寺本、3号艇石塚までがスロー、4コース角1は4号艇足立、外り5号艇渡辺、6号艇新田、3対3と分かれました第12レース記者選抜戦、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。好スタートを決めたのは2コース2号艇の寺本ですが、インから伸び返し気味に1号艇の小坂先手を取る体勢、2コース2号艇寺本が指して握る3号艇、間を割っては4号艇5号艇マーク設置入ります。先頭は1号艇こらえたか、小坂直哉、2番手争いは2号艇3号艇4号艇3艇が横並び、なおスタートは正常でした。2マークを満たしまして先頭1号艇小坂、2番手争いは6号艇最内を通って新田も押し上げてくる、これをさばいて4号艇2号艇でホーム設置へ戻ります。先頭独走態勢1号艇小坂、2番手から続く中4号艇の足立、3番手からは2号艇寺本で2周目へと入りました。先頭はインから押し切りました1号艇の小坂直江です。4号艇の足立が2番手を追走で、上位体系は1番4番14体系、2号艇の寺本が3番手、外からは6号艇の新田、3号艇の石塚、5号艇の渡辺が最後方です。2周にマークを目指しまして先頭1号艇の小坂直江です。2番手から続くのは4号艇足立、そして3番手からは2号艇の寺本、上位3艇は1番4番2番で最終周回に移ります。先生は隣2コース2号艇寺本に譲りましたが、インから先手を取っていったのは1号艇の小坂、2番手追走4号艇足立、3番手2号艇の寺本で、上位3艇は1番4番2番、外から6号艇に行った後方には3号艇5号艇となります。きっちりとここは絶好枠人気に応えました。1号艇地元の小坂直哉、2番手から追走は4号艇足立、3番手は2号艇が続きまして寺本、握る6号艇を振り切ります。上位3艇は142、先頭1番です小坂ゴールイン、2着4番の足立ゴールイン、3着2番寺本ゴールイン、6番3番ゴールイン、ラスト5番の渡辺ゴールイン、以上は